脳生き生き健康体操、お口の体操編です。お口の体操はお口の健康のほかに肺炎や認知症などいろんな病気の予防につながります。一緒にやってみましょう。体操を始める前に背筋のストレッチを行い、背筋を伸ばしてみましょう。手を上に組んでぎゅーっと伸ばします。右に伸ばします。ぎゅー、戻して左にぎゅー、戻します。深呼吸をします。お腹に手を当てます。お腹に手を当てると姿勢がさらに良くなります。鼻から息を吸います。スー、次に口から息を吐きます。ふー、もう一度吸います。スー、吐きます。ふー、次に首の運動です。名付けて見返り美人体操。振り向いた様子が美人に見えるように行ってみましょう。右手を左肩に当て、頭を下げて左肘を見ます。視線は腕を沿うように頭と首を動かしながら左斜め後ろを振り向きます。反対側も同じように行います。左手を右肩に当て、頭と首を動かしながら右斜め後ろを振り向きます。はい、綺麗にできましたか？肩の運動です。肩をぎゅーっと上げてストンと下ろします。声に出して行ってみましょう。ぎゅーっと上げて、せーの、ストン。もう一度、ぎゅーっと上げて、せーの、ストン。続いて腕を回します。胸を張って腕と肩を大きく回します。1回、2回、3回。姿勢が良くなり、誤嚥や逆流性食道炎の予防にもつながります。顔の運動は口や頬などの筋肉を動かすことで脳に程よい刺激が伝わります。顔の筋肉が柔らぐことで食事がしやすくなり、素敵な笑顔と豊かな表情を作る効果がありますよ。顔じゃんけん。じゃんけんのグーチョキパーのイメージで顔じゃんけんをやってみましょう。はじめはグーです。目と唇はぎゅっと閉じ、頬はパンパンに膨らませます。はい、グー。初期の顔は口をしっかり閉じて、唇を前に突き出します。鼻の上を見るようにしましょう。はい、チョキ。はい、チョキ。はい。パーの顔は口と目を大きく開きましょう。一緒にベロ体操を行ってみましょう。ベロの動きが良いと食べ物の飲み込みが良くなります。言
言葉もはっきりします。ベロの状態を毎日観察することで健康チェックにもつながりますよ。ベロの色は淡いピンク色が健康な状態です。皆さんのベロの色は何色ですか？ベロを出して、はい、1、2、3。次にベロを右左に動かします。右から1、2、3、左1、2、3。ベロを上と下に動かします。上1、2、3、下1、2、3。ベロを唇に沿って回します。右回り、左回り。コロコロ飴玉体操。ベロを飴玉のようにコロコロと口の中で動かしてみましょう。ベロの動きが良いとお口の清掃にもつながりますよ。唇の上と下をベロで押します。上1、2、3、下1、2、3。右左の頬をベロで押します。右1、2、3、左1、2、3。口の周りをベロで押しながらコロコロと一周回します。右回し。次に左回し。脳生き生き健康体操。お口の体操編。唾液を作る大きな唾液腺は3箇所あります。耳下腺、顎下腺、舌下腺です。唾液のマッサージをすることで唾液が出やすくなり、お口の乾燥を防ぎますよ。耳下腺のマッサージを行います。耳の下の後ろ、柔らかいところを触ります。後ろから前に回します。1回、2回、3回、4回、5回。顎下腺のマッサージを行います。耳の下から顎に向かって柔らかいところを押します。1、2、3、4、5。もう一度、1、2、3、4、5。舌下腺のマッサージを行います。両手の親指を揃えてベロの下になるところを親指で押します。ぐーっとゆっくり押しますよ。唾液は口の中の美容液と言われています。ごっくんと飲みましょう。感染の予防にはエキエチケットが必要ですが、唾液や痰、食べ物が間違って気管に入ったり喉に詰まった時には咳を行って誤嚥や肺炎を防ぐことは必要です。周囲に気をつけて練習してみましょう。せーの。も
もう一度、せーの。あたらかの発音には食べることに必要な口の動きがあります。パは唇を閉じて力を入れることで食べこぼしを防ぎます。タはベロの先に力を入れ、ベロと上顎で食べ物をすりつぶす役割になります。ラはベロを丸めて食べ物を送り込む動きにつながります。カはベロの奥に力を入れ、食べ物が間違って肺に入らないようにします。パをゆっくり5回発声してみましょう。パパパパパ、少し早く、パパパパパ、もっと早く、パパパパパ。タをゆっくり5回発声してみます。タタタタタ、少し早く、タタタタタ、もっと早く、タタタタタ。ラをゆっくり5回発声しましょう。ラララララ、少し早く、ラララララ、もっと早く、ララララララ。カをゆっくり5回発声してみましょう。カカカカカ、少し早く、カカカカカ、もっと早く、カカカカカ。あいうえおの母音は言葉の基本です。顔全体と脳の刺激につながります。あいうえおの言葉から幸せな気持ちになる言葉を連想して、さらに血行が良くなりますよ。口の形に注意しながら裏声で発声してみましょう。あは口を大きく開けて、ありがとうの、せーの、あーあー。いは口を横に引っ張る感じで、いつも一緒にの、せーの、いーいー。うは口を前に出すように、嬉しいの、せーの、うー。えは口を逆三角形のイメージで、笑顔の、せーの、えー、えー。おは口を丸くして、おいしいの、せーの、おお。みなさん、いかがでしたか？お口の体操は食事の前に行うと効果的ですよ。空いている時間や道具の必要もなく、家の中どこでも行えます。エチケットや感染予防に注意して楽しく行ってみましょう。継続は力なり。頑張るバイ。